鶴岡市章、牧原野球場は、山形県鶴岡市章、牧原町の昇進木原公園内にある野球場。愛称は、鶴岡ドリームスタジアム。NPO 法人鶴岡市体育協会が、指定管理者を自宅する。第二次世界大戦後、坂井忠義は、鶴岡城の百軒堀屋との広大な敷地を、鶴岡市に寄付し、市は跡地に、 鶴岡市野や球場を整備した。しかし、歳月の経過とともに、同球場も老朽化が目立ってきたため、市は、ベニバナ国体における、球技場として新造した、昇進木原陸上競技場等など、体育施設が立地する、市南西部の昇進木原公園内に新球場を整備する方針を決定。1997年に着工した。当初は、 国内の多くの野球場のように、フィールドは、内野、クレー舗装、外野、天然芝で整備することになっていたが、中学生チームのハワイ遠征で全面芝の球場を体験した地元の野球連盟から、内野も芝の球場は見ていても美しい。ぜひ内野にも芝生を植えてほしいとの要望が出されていた。ことを踏まえ、市は、内外野総天然芝のフィールドを整備することを固め、 1999年6月5日に開場した。総事業費は19億200万円。また愛称は公募によって鶴岡ドリームスタジアムと決まった。新球場の会場に伴い旧市野球場は閉鎖、解体され、跡地には鶴岡タウンキャンパスが設置された。1999年の会場当時、日本国内に現存する。 アマチュア公式戦開催企画を充足する野球場では唯一内外や総天然芝のフィールドを有する野球場であった。その後神戸総合運動公園野球場、宮崎県総合運動公園公式野球場などプロ公式戦企画の野球場も後に続いた。鶴岡ドリームスタジアムは中央人員の関係もあり、プロ野球の一軍公式戦の開催は難しいが、 ファーム公式戦は年1から2回前後行われている。また、アマチュア野球の強化拠点としては心境を著しい。国際試合は内外や総天然芝のフィールドで行われるケースが多いことから、開場した1999年7.8月には、アマチュア野球日本代表の強化合宿で早速、使用され、以後もしばしば使用されている。 また2000年のシドニー五輪の際には、キューバ代表が自差調整のため事前合宿に使用した。内外や総天然芝のフィールドを有するスタジアムの草分けでシーズン中は大会期間などを別にすれば、週2回はグラウンドを休ませて、終日管理に当てるなど、芝の管理を徹底しており、冬場の降雪時でも芝は、雪の下でもなお青さを保つほど、天然芝の管理のスキルは、 全国でも屈指のレベルを誇っている。2014年よりスコアボードを回収し、パネル式だった、選手指名表示が LED 式となる。衛星図。ありがとうございます。